小諸でなにする何する小諸で。はい、小諸で人力車を引いてます。もう歴史がいっぱい詰まってる町です。いろんな時代の発見があるので本当に面白い。私は小諸に引っ越してきて3年目になりますという夏祭っていうアニメがきっかけだったんですけど、まあ、小諸の風景ですとか人々とのつながりに魅力を感じて移住を決めました。あったかくてとても気にかけてくれる。僕は小諸で、お店やってます。私はこっちでイラストレーターをやってます。はい、旦那さんとカフェやって楽しんでます。バンドしてます。イエーイ。年齢差関係なく仲良くなれる街です。せーの、しまちゃん幸せお酒を作っています。あ、私は？いやいや小諸の水って結構味があるタイプの水になるんですね。やっぱりうちに帰ってきて飲む水が一番美味しいなって思います。私はガーデニングをしています。自然が豊かなのに加えて、文化度も高くて、とても知れば知るほど見どころの多いところだと思います。今は子育て頑張ってます。この小諸っちっていう子供が自由に遊べる場が、すごく助かります。母さん同士の交流もすごくあって、すぐ友達ができるのがすごく嬉しいです。10代続く手打ちそば屋の、目指せ若旦那。3分歩くともう田んぼにはオタマジャクシが泳いでたり、カエルが鳴いてたり、そこを子どもたちと一緒に散歩して歩いたり触れたり触ることもできれば、またちょっと都会ですぐ電車に乗ってどこどこ行こうっていう、こういう両方ある場所に住んでてとても育てやすい。自慢できます。昔やりたかったと思ったことをいろいろやってみようと思って、天体観測が一つなんです。高速乗ると2時間ぐらいで来れますからね。行ったり来たりするにはね、ちょうどいいというか手頃かなという感じしますね。兄弟でリンゴ作ってます。小諸はその果樹に限らず、いろんな野菜でもいろんなものが作れる環境にあるので、アイターンで新規収納したいっていう人たちにとってもすごく魅力的ないい環境の土地なんじゃないかな。喫茶店を営んでおります。比較的アートに関する部分が好きだったり、あるいはそういう優れたアーティストの皆さんですとかお付き合いもあったりするので、アート関係の皆様が興味を持っていらっしゃる。人の心っていうのはある意味でまあアンテナだと思いますので、一様にこの美しい自然、この例えば阿蘇間の連峰がこれだけ一望のもとに眺められているのは一つの非常に大きい私たちの財産だと思いますけど。小諸で何する？